どうも、アガポニです。今回は双龍寺の隠しコマンドと基本的な操作についてです。それでは早速いきましょう。はい、ではまず双龍の基本操作が把握できていないという方もいるかと思うので、ざっくりと簡単に説明しておこうと思います。まずモンスターを双龍するためには条件がありまして、双龍待機状態にする必要があります。で、双龍待機状態にどうやってするのかというと、主に3つほどありまして、1つは鉄柱刺激系の攻撃を当てていくというものですね。クエストランクとか使う技によって必要な攻撃回数が若干変わったりもしますが、これらの攻撃で双龍待機状態にできます。2つ目は環境生物のこのクグ土雲ですね。これをモンスターに使うことで一発で双龍待機状態にできます。これ意外と使われていなかったりするので、見かけたら取っておいて有効活用していくと狩りが楽になるかと思いますね。で、3つ目がモンスター同士の攻撃です。モンスターの攻撃した瞬間を見ているとこの青いエフェクトが出ることがあります。で、これがね、双龍待機状態にできる攻撃であることを表したものになってます。ちなみにモンスターを双龍した状態で別のモンスターに突進離脱で衝突させた場合も、相手モンスターを双龍待機状態にできます。これをすることで双龍モンスターを乗り換えるといったこともできますね。で、双龍待機状態になったら納刀状態で A ボタンを押すか、攻撃を当てることで双龍ができます。設定でね、攻撃による双龍をしないようにすることもできたりはします。要は納刀をして A ボタンを押した時だけ双龍できるといった設定ですね。この設定にしておくと、双龍前にモンスターに連続攻撃ができるといったことになるので、お得なようにも思えるんですが、双龍待機状態のモンスターを攻撃するとね、もともと短い双龍待機時間が短縮されることになります。なので結果として双龍できないといった状態になりやすいので、このあたりは注意が必要になりますね。で、ここで一つ、双龍待機状態の時に瞬間的にダメージを稼ぎつつ双龍ができるという方法を紹介しておくと、まずオータル爆弾 G を2つ置きまして、さらに1つ調合、その上でかけり虫を使ってその場でジャンプして空中から爆弾を投げると。こうすることでオータル爆弾 G3 つ分のダメージを稼ぎつつ双龍することができたりもします。防具スキルのボマーレベル3とお団子スキルの火薬術レベル4、これを発動させておくとオータル爆弾 G は1つで624ダメージまで底上げできるので、3つ分で1872ダメージ稼げることになりますね。ただこれ、かける虫の操作、ショートカットを活用した爆弾の調合、若干の位置調整といったようなことを即座に求められるので、見た目より操作難易度は高いです。なので無理に実行する必要は全くないものにはなってます。一つの選択肢としてね、こういった方法もあるといった紹介になります。それと双龍待機状態にならない場合、考えられることを挙げておくと、一つは鉄柱主義の攻撃回数が単純に足りていないといった点ですね。この場合は攻撃回数を増やす必要があります。二つ目は同じモンスターを短時間で連続双龍するといったことはできないという仕様です。例えば双龍した直後にね、本来一発で双龍待機状態にできるクグ土雲を使ったとしても双龍待機状態にはできないです。明確な時間まではね、ちょっとわからないんですが、5分から10分程度のクールタイムが必要になってますね。次は操作になります。まず移動は R ボタンを押しながら L スティックでできます。カクカクで動きにくい感じがあるんですが、この操作のしにくさは仕様になってますね。決してモンスターをスムーズに動かせるようなことはないという再現だとは思うんですが、ターンとかはね、非常にやりにくいですね。で、 X ボタンが弱攻撃、 A ボタンが強攻撃になってます。で、 B ボタンが回避ですね。ただこの回避に関してはかけり虫を必要とするので、かけり虫がない場合は回避できない状態になります。それと Y ボタンは突進離脱になってます。で、この突進離脱について補足しておくと、壁に向かって突進離脱をして衝突した後にすぐに B ボタンを押すと 2,3 秒ね、離脱しない状態を維持できると。で、その間にもう一回 Y ボタンで壁に向かって突進離脱、これをね、かけり虫がある分だけ繰り返すことができます。かけり虫は最大で3匹まで持てるので、合計4回壁にぶつけるといったことができるわけですね。それとここにあるのが双龍ゲージというものなんです
か攻撃を当てていくことでこのゲージが溜まっていきます。これが溜まった状態で X と A を同乗しすると総流大技を発動して総流は自動終了となります。総流が終了する条件としてはこの大技を使った後と総流ゲージがマックスになってから大技を打つ前にゲージがなくなってしまった場合、それと総流ゲージが溜まる前にねこの中央の総流タイマーが一周して総流時間が経過してしまった場合ですね。はい、このあたりがね基本部分の操作になってます。で、総流操作には隠しコマンドがありまして、そのあたりもね紹介しておこうと思います。まずは弱攻撃ですが、単純に X ボタンを押すだけではなく L スティックを下に入れた状態で X を押すと別の攻撃を出すことができます。このレイヤーであれば X ボタンのみの弱攻撃であればこんな感じの噛みつき攻撃になってますが、L スティックを下に入れた場合はブレス一発攻撃になりますね。それと強攻撃においても L スティックを下に入れることで攻撃が変化します。レイヤーであれば単純に A を押すと尻尾攻撃が出ますが、 L スティックを下に入れた場合はブレス3発に変化します。バサルモスの場合 A を押しただけであれば転がり攻撃ですが、 L スティックを下に入れた場合はビームになりますね。これを知っていると距離が離れた場所からでもすぐに攻撃を当てられるのでかなり便利なものになってます。で、この強攻撃に関してはモンスターによってね L スティックを下ではなく左右どちらかに入れた場合に変化するといった傾向もあるので、下だけではなくてねいろいろと試してみると便利な技を発見できるかと思いますね。通常の A 攻撃だとリーチが短いとか攻撃力が低いといったモンスターでも L スティックと組み合わせた攻撃をしていくことでリーチを出せたり、飛び上がって回避しながら攻撃できたり、攻撃力の高いモーションに変化したりといったことがあるので、ぜひいろいろと試してみてもらえればと思います。というわけで最後はいくつかのモンスターのねスティック入力で変化した強攻撃を使った技を載せておこうと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。